エミアで7クラス制覇を？アサシンは同盟の別人。こいつ、何人も同じ顔で出てきて恥ずかしくねえのか。鏡はいらんかね？エミア、今はお前の方が多いだろう。あんた後頭部にブーメラン刺さってるぞ。空風林は増えすぎたかなって。没収とされる空風林たち。だからといって星5のウルタニキまで座に返すのは NG、もったいなすぎー。そういえば黒はイリアがやっていたゴルゴーンみたいなことを、もともとあるカードかける〇〇でできるのかな？銃持ったアンニュイな黒絵が現れたらどうしよう。え、ゴルゴーンやイリアがいつ、百花花を散らせそのミサをもらい受ける、みたいなことを。最前線で暴れ回る黒。これ黒が言ってるから良いけど男性サバが言ってたら大事だよね。ぬわーって吹っ飛ばされそう。落ち着け、ロリッコが言ってても大問題だ。エミアも増えるの。二世世界のシロウやミユアニがそれぞれ疑似サバのよりシロになったらさらに増えそうな気も。アサシン、昨月シロウ、参戦。第五次サーバント組は同じ顔が増える呪いでもあるというのか。どう思いますエミアさん。メブーサさん、このシーンは間違いなく面白いと思います。おまかは、アサシンは除く。増えるよ、ハサンが、別人だけど。というよりは派生作りやすいんだろうね。サムレムなんかもはぐれは大体見覚えある連中だからな。説明しなくともある程度わかるよねかん。今日はムサシちゃんだからはぐれのバサカだけは新顔。小次郎、果たして本当にそうかな。ステイナイトの佐々木小次郎はニア佐々木小次郎とでも言うべき別人だから。突如の内に溢れる、エリザベートが第五次聖杯戦争で戦う存在しない記憶。五次のランサーは赤くて血の匂いをまとわせた竜の特徴を持つ少女だった。ジャンヌも増えるからセーフ。投影すれば人の、宝具をいっぱい持ってるからライダークラスもいけるかな。何に乗るんですか。あと一人増えればオールエミア送信劇できるんだけどな。死と村正が来たれば、同じ顔が増えることくらい大えないことなのかもしれない。そうかな、そうかも。お？今度はリトルモリアーティかな？なるほど、アラフィフ、リトル、リリー。30代くらいの若旦那モリアーティかもしれない。お前増えてただろ。アルトリアにはまだリリーと黒槍王の派生が残っている。まだ増える余地はあるぞ。アルトリア、ペンドラゴン、オルタ、サンタ、リリー。いつからステイナイトサバばっかり増えると錯覚していた？バーバンシーを解放してやれ。クモンユーエリちゃんが仲間に入れてもらえなくてギャン泣きするぞ。ん？ビユモエミア族？一応元の姓は確定してるから判定どうだろう。せめてどちらか片方の姓が同じになれば。見てみたいですねー、エミアバース。大丈夫だよ、遠坂。俺はこれからホラーチックな得意点でイケメン先輩大学生で頑張っていくから。イリアもいるから、遠坂もレースクイーンやってたし弱い子だな。ビデオテープがね、ビデオ、デッキ、本当に大丈夫そうな FGO の彼。FGO のこいつはカルデアライフエンジョイしてるからな。やりたかった正義の味方がやれてウキウキしてる、二部で技に帰ってるからセーフ。本当に大丈夫そうだな。何ウキウキで再生してんだこのスカタン。大丈夫だよ食べやすい甘口カレーだから。カルデアでもこの時の過去の自分を殺そうとしたあたりを黒歴史としていじられる。そんなこと言ったってお前座に戻ったら今の記憶もただの記録になっちゃうんだろ。何が大丈夫だよ。って思ってたらマジで大丈夫だったやつ。カルデア来る前にもエクストラとかで楽しそうにしてたしな。実はこいつが大丈夫じゃなかったことなんて。ボブはいぶかしんだ。お前はお前であらゆる F で本当に最低な結果を引き続けた結果だから。第一部は本当に理想の正義の味方やれたからな。騎士王とエミアは得意点 F を守ってるから本体が一切出てこない。っていう初期の初期は張ってたであろう伏線が、愉快な季節イベのせいで屈指のカルデアエンジョイ勢に、人理の守護者から台所の守護者に、エクストラだと就職先付きだからな。座の設定がふわっふわで助かった。答え以外の何か得ただろこいつ。それなりにいい思いしておいて UBW では辛いですみたいな顔しやがって。辛い任務も多かったのは間違いないけど、多分楽しい召喚もたくさんあったろこれ。お前生前何人現地住まいたんだ？遠坂、タイガー、メルト、ハクノン、リリス、ミユ、金髪遠坂、ミユ世界桜。UBW のリンちゃんにこの先輩大学生っぷりを見せてやりたい。昭和生まれの大学生か。
イベ以外も食堂のおばちゃんとしてエンジョイライフしてる気がする。こいつナチュラルに自分のことを料理人とか言っててダメだった。お前は料理人の英霊じゃねえ。でも料理はカルデアで一番うまいんじゃない？21世紀の技法知ってるわけだし、凝り出すと止まらないだけで基本はできる範囲しかやらないんじゃないかな。いやもう料理人のサーバントでいいよこいつは。お前の体は包丁でできている。東坂さんこいつ FGO で自分は女運が悪いみたいなこと言ってましたよ。料理人のプライドってなんだよエミヤー。抑止力コーポレーション、勝手に転職しないでください。片月の10年くらい前の料理の一番うまい人が式で2番が琥珀、ルビーも料理うまいのかな。呪いのビデオイベントで、どこでだろうと調理をするのが料理人の心意気だ、とか言い出して、ああもうこいつダメだな、褒め言葉、と思いましたまる。いい歳した大人が童心に帰ってるのってこんな苦々しいものだったっけ。よくよく考えればホラー案件、ヘブンズフィールを退場した後にまたホラー案件にやってきてるのかエミヤさん。若かりし頃にホローで乗っ取られというホラーも体験したホラーのレジェンドだぞ。ブラック企業で頑張ったら本当にやりたかったことができた、的な？こいつが大丈夫じゃなかったのはエリザベート料理の下りが鮮明。新たに受難仲間を得たよ、やったね。戦闘中の急増のキッチンで飯を作れる、料理人の心意気がある男である。エミヤお前水着剣豪で料理人じゃないって言ってたじゃん。やばい過去持ちしか集まらないエミヤバース。元の養親に先立たれ、政権の鞘に噛まれ、育てのじいさんを見取って、大いなる正義、願い、大いなる覚悟、狂気、で目指すようになるところまではテンプレなんだろうな。エミヤバースの数だけエミヤの大事な人が死んでいる。描写がないだけで、デミヤじゃないエミヤの世界線の不死姉が幸福だったかというと怪しい気がする。処刑後に素性バレてたらマスコミの玩具やろ。マスコミごときじゃ無理な気が。不死姉の実家。エミヤが増えるのは死老がひどい目に遭うのと大体同じ意味だろうしね。ノーウェイホームから始まるエミヤバース。エミヤバースを語るにはまずエミヤの不行き聖杯戦争の話をしなければ。エミヤ、スーパーヒーローは謎の存在だ。エミヤに、大いなる力には。エミヤさん、責任が伴う。エミヤズ。さあ責任を取るがよい。アルトリアを餌付けした責任を。エミヤオルタの派生も増やそうか？正義のヒーロー概念の数だけエミヤがいると逆算する。昭和生まれという大雑把なくくりで昭和な向こり方したエミヤが見たい。機銃奏者の中逃げ回ったとかギブミーチョコレートとかジュリアナとか。エミヤオルタ、脳みそが透明素材越しに見えるタイプ。セタンタとかこぎるくらいの、小さな城を欲しい。並べたい。カプサバの城かな？そういやあれ城でアーチャー呼べるから、ある意味これも自分召喚なんだよな。本家スパイダーバースがスパイダーマンでさえあれば中の人は足したようなので、エミヤバースも何らかの大災害から切り継ぐに助けられて正義の味方を引き継いだという基本さえあれば城に限らずあらゆるエミヤが存在して良いはずだよな。豚のエミヤもい、ロボに乗った女子高生のエミヤもいる、ホステスケーキで何でも解決するエミヤもいる、多分エミヤ星人の王子だったケリーもいる。エミヤ星人の王子ケリーから力を授かったエミヤマン、エミヤ星人とかエミヤブレスレットとか工場とかビークルとかロボとか散々にネタにされているけど実際見てみるとどのエミヤよりも悲惨だったりする可能性がある。皆さんは、エミヤバースを見たい？私はそんなものはいらん、についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。